ペーター・シュトラッサーペーター・シュトラッサーは第一次世界大戦当時のドイツ海軍軍人でドイツ飛行船隊の最高司令官。1915年から1918年にかけて飛行船による爆撃作戦を遂行した。シュトラッサーは1876年4月1日ドイツのハノーファーで生まれ15歳でドイツ帝国海軍に入隊。 軍艦シュタインとモルトケに勤務した後、キールの海軍大学校に入学した。シュトラッサーの昇進は早く、1895年には大位となった。その後、1897年から1902年にかけて、軍艦、マルス、ブリュッヒャー、パンター、メクレンブルク、ベストファーレンなどに乗務した。シュトラッサーは優秀な法術士官であり、 海軍本部の艦報及び沿岸法の担当部門に配属された。その後飛行船部門に移動したが彼は初めそれを降格と受け取った。当時、飛行船はまだ確立されていない技術であり、最初の2隻の海軍飛行船は事故で失われていた。しかし飛行船の理論的な学習を終え、民間の飛行船 LZ17、ザクセンの操縦の実地経験を積んだ結果、 シュトラッサーは考えを改めた。新しい飛行船が建造されるまでの間、海軍は LZ-13、ハンザをチャーターして、海軍の乗組員の訓練に当てた。第一次世界大戦が始まった時、ドイツ帝国海軍の作戦可能な飛行船は、シュトラッサーが自ら指揮する LZ-24 ただ一隻だった。 第一次世界大戦が勃発した1914年8月以降、しばらくは海軍飛行船の任務は対戦船、大機雷戦及び偵察任務に限定されていた。飛行船部隊はヘルゴラントバイト海戦に参加した。1915年1月19日から20日にかけて L3 と L4 は初めてイングランド爆撃に出撃し、 グレート・ヤーマス、シェリンガム及び、キングズリンを攻撃した。続く3年の間、爆撃は主に、イギリスに対して行われたが、パリ、アントウェル・ペンその他の都市及び港も、目標となった。爆撃は当初は、軍事目標に限られていたが、すぐに、カイゼルの承認のもとに、民間目標も、攻撃の対象となった。イギリスの公式記録では、 1915年から1918年までに爆撃で失われた犠牲者は民間人498人と兵士58人となっており負傷者は1913人に上ったドイツ帝国海軍は36万キログラムの爆弾を投下したがその大部分はイギリス諸島の目標に落とされたものである30万7315キログラムが船 港、町に投下され、5万8 0 0 0ラムがイタリア、バルト海及び地中海地域に投下された。ドイツ陸軍は16万キログラムの爆弾を自らの目標に投下した。4万4 0 0 0ラムはベルギーとフランス、3万6 0 0 0ラムはイングランド、そして8万キログラムはロシアと南東ヨーロッパに使用された。シュトラッサーは、 1916年11月28日に、中佐に昇進し、飛行船隊司令官に任せられた。しかし、シュトラッサーは戦争の終結を見ることが、できなかった。1918年8月6日、シュトラッサー自身と22名のノルツ・ツェッペリニエル70は、ボストンのリッジ及びハンバー川口に対する夜間爆撃の際、イギリス偵察機に捕捉された。 パイロットのエグバート・キャドバリー少佐と機銃種のロバート・レッキー少佐は L70 をノーフォーク海岸のウェールズ・ネクスト・ザ・シーの北に撃墜した乗員の生存者はなかったシュトラッシャーが戦争と歴史の双方に残した影響は将来の航空戦にとって重要なものであり長距離戦略爆撃の発達と効果的な高高度前転航空機としての 公式飛行船の開発がその功績である。前線の後方にある軍事目標や経済資源に対する爆撃に関する彼の考えは一つは宣伝であり、また一方では現代的な総力戦の概念につながる最前線から資源を削く手段としてであった。しかし飛行船が純然たる。 海軍兵器として用いられることがより良い選択であったのかどうかという疑問は残っている。未確認情報として第二次世界大戦当時に建造され未完成に終わったドイツの航空母艦グラーフ・ツェッペリンの2番艦航空母艦 B の予定艦名はペーター・シュトラッサーであったと言われている。ありがとうございます。